富沢インターチェンジは、山梨県南駒郡南部町福祉にある、中部横断自動車道のインターチェンジである。ここは、新直轄方式で建設する区間と、ネクスコ中日本が建設する区間の境界で、本線上静岡、清水寄りに、富沢本線料金所を設置している。静岡、清水方面は、ネクスコ中日本管轄、甲府、長野方面は、 国土交通省管轄である。旧富澤町及び、旧南部町の南側の最寄りとなる。旧南部町も内船地区は、清水方面からの場合は東 IC が最寄りである。中部横断自動車道計画概要。山梨県。2019年2月5日閲覧。中部横断自動車道インターチェンジ名称が、決定しました。国土交通省関東地方整備局交付河川。 国道事務所、中日本高速道路株式会社、山梨県。2021年5月9日閲覧。E52、中部横断自動車道新清水ジャンクション、富沢 IC、株温泉早川インターチェンジ6号 IC2019 年3月10日16時30分に、開通、国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、 中日本高速道路株式会社、http コロンスラッシュスラッシュ www.ktr.mlt.go.jp i スラッシュ記者スラッシュ koufu0000403html2019 年2月5日閲覧。e 5十2チューブ横断自動車道新清水ジャンクション、富澤 IC。 株温泉早川インターチェンジ6号 IC2019 年3月10日16時30分に、開通、国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社。 http://www.c-nexco.co.jp スラッシュコーポレートスラッシュ pr-es-s-r-o-o-m スラッシュニュースリリース4469 html 2019年2月5日閲覧 e52 中部横断自動車道富澤 IC 南部 IC 2019年11月17日15時に開通 国土交通省関東地方整備局交付河川国道事務所2019年9月27日閲覧ありがとうございます。